おすすめしますか倍速。僕は倍速はもう全力でおすすめしてますね。全力で、はい、自分の思考スピードが上がる感じします、ね、人間が普通に本を読む時のスピードって大体1分が600文字ぐらいなんですよ、はい、でオーディオブックの等倍速って1分が300から350文字なんですね。倍速だと700文字なので、あの本を読むのが早い人よりもちょっと早くなるんですよね。ブレイクスルーみたいなポイントっていくつかあったの？あ、で本当ブレイクスルーは本当に最近で、うん、あのAirPods ですよね。通信環境が整備されてワイヤレスイヤホンが普及したっていうところが大きかったんですよね。今後ビジネスとしてどういうふうに伸びていくと思いますか？そうですね、まあ、ビジネスとしてはやっぱ音声で、うん、あのまあ、ちゃんと食べれる人増えていくんだろうなって思うんですよ、はい、うん、まあ、声優さんもそうかもしれないし、ポッドキャスターもそうかもしれないし、はい、うん、私あのオーディオブックはまだまだ黎明期だと思ってます。あ、まだ黎明期、まだまだ黎明期です。はい、ピボットの竹下です。ピボットブックダイジェスト後半お届けします。今回取り上げている本は、超効率耳勉強法で書いてくださっているのが、オートバンク代表取締役会長の上田渉さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい。前半もすごく面白くて、はい、あの、やっぱり本を読むっていう時に、目で読むのが得意な人と、はい、そもそも耳で仕入れる方が得意な人がいて、はい、実はこっちの方を私たち忘れていて、うん、耳で聞いた方が得意な人がいて、この耳勉強法を学ぶと苦手だった本が読めたりとか、うん、あるいは紙の本とかが読むのは得意な人でも違う楽しみ方ができたりとか、うん、両方やっちゃうみたいな、はい、この紙の本を読みながら耳で聞くみたいな、はい、割とハイブリッドな勉強法について聞いて、まあ、これはなるほどなと思ったんですけど、ちょっと見てる方、はい、興味あったら前編を見てほしいんですけど、ちょっと後半はですね、さらにちょっと応用編というか、はい、深掘りしていきたいなと思うんですが、まずこの耳勉強、うん、ぜひやった方がいいと、はい、まあ、あのメリットが5個あるんですけど、はい、この5つですよね、はい、言語能力が向上する、隙間時間を有効活用できる、フォントの対話がしやすい、うん、そして手が空く、想像力が活性化するんですけど、うん、この辺ってちょっと説明してもらってもいいですか？あ、はい、そうですね、まあ、順番に言うと、まあ、言語能力が向上するっていうのは、はい、これあの、まあ、まあ、言葉はそもそも音声でできてるからって話なんですけど、なので音声 の、 あのライブラリが増えれば当然、ね、言葉のライブラリも増えるって話なので、はい、うん、どん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 いい音声をたくさん聞けば、はい、言語能力が活性化しますっていうのがまず必要そうなんですよね、うんうんうん、であと隙間時間に関してはもうあの目と手を使ってるけれども耳が空いてる時間がいわゆる耳の隙間時間なわけですが、まあ、そういった時間、例えば車の運転中とかランニング、ウォーキング、お料理してる、お掃除してる、あのお風呂入ってるとか、そういった時間を全部オーディオブックを聞きながらやることによって隙間時間を有効活用できるんですよね。前編では上田さんもメールしてる時とか、はい、スラックしてる時も聞いてる。やってます。もう耳が空いてるなと思った時間全部やってるので。しかも4時間1日確保してるってことですよね。最低でも4時間ですね。すごい。実際もっともっと言ってますから。はい、すごい生産性上がりますね。上がります。はい、で、本との対話しやすい。これはですね、あの、本を目で文字を見てるときっていうのは、その、目で文字を見て、頭の中で音声に変換するっていうタスクに脳が追われてるんですよ。はい、なので、あの、そこで読んで理解してるんですけども、そこに自分の考えを挟み込んで考えていくっていうところもリソースが開かないことが多いんですね。ああ、なるほど、うん。なんですけども、耳で聞いてる場合は、聞くだけなので、なんか、ながら聞きでなんか作業できる場合、リソースが空いてるわけですよ。はい、なので、聞きながら自分の考えがポンと思いついたりとか、こういう時はどうするんだろうとか思いながら聞けたりするんですよ。なので、より自分の考えを深めるのに役立つ。あ、それがまさに本の対話がしやすいってことなんです。あとは手が空く。まあ、これまさにね、耳で聞いてるだけなんで、なんか手が、別のことできるじゃないですか。うん、手が空いてる時間で他のことをやれるよって、はい、まあ、隙間時間を活用できますよっていうこと一緒ですよね。うん、まあ、運動もできたりとか。そうです。まあ、前編ではそこに行くまでちょっとトレーニングが大事ですから、ね、いきなり運動しながら聞くっていうよりは、はい、まずお風呂の中でじっと聞いて、うん、慣れてきたら他のことやりながらみたいな。そうです。ながら聞きにもちょっと修行が必要です。そうですね。うん、まあ、そんなにね、あの、激しい修行いらないんですけど、まあ、すぐ慣れますね、そうですか。もう1ヶ月ぐらい慣れますかね。そんな感じですよ。そんな感じですか。うん、本当1日2日で慣れますよ。ああ、なるほど。で、5個目。で、想像力に関しては、これは目の情報がないことによって、目の情報を補いながら聞くっていうことが発生するんですよね。これあの、実際になんかエビデンスというか、あの、ラジオを大学生にずっと聞かせたら、想像力を司る脳の領域がなんか、うん、あの、進化した、まあ、進化というか、あの、成長したっていう、はい、あの、エビデンスとかも、あの、本に入れといたんですけど、音声しかないので、目の情報を補足して聞く。なので、それが、あの、想像力の活性化になるっていう、そういった話ですね。うん、今日お聞きしてすごい印象的だったのは、それぞれ向いている勉強法があるよっていうことで、はい、あの、まあ、本を読むのは得意な人もいれば、聞くのは得意な人もいると思うんですけど、うん、耳勉強に向いてる人っていうのが、こちら本でも、17個も書いてもらってるんですけど、はい、うん、この辺、やっぱりそうですかね、こういう人が向いてるっていうことなんですかね。そうですね、まあ、
一玉ね、ここに書いて優位感覚ですよね、はい。まあ耳の方が得意な人は耳で聞いてばいいし、うん、目の方が得意な人は本読めばいいしっていう。はい、あとはもう、ね、音楽は好きでラジオは好きで、もともとその耳の方に特性があると思われる人ですよね。はい、っていうのはオーディオブックに当然向いてますし。あとあの、いわゆる隙間時間が多そうな人ですね。まあこの車を運転している人とか農業、まあ農作業をね、してる人とかも結構あの、なんかラジオをかけながら農業する人が多いんですけど、ね、同じような感じでこう、はい、オーディオブックを聞きながら農業するとそれ効率いいっていう人もいらっしゃったりするんですよね。あと大リーガーの菊池雄星選手とかも、はい、まあ大リーグって移動距離が長いん で、 その間聞いてるとか、はい、なんか車の中で最初本読んだし、バス移動中バスで読んでたらしいんですけど、あの酔うらしいんですよね。あ、確かに、あの移動が長いと疲れちゃうし、はい、酔うしみたいな。でオーディオブックに変えたらあの集中できるしいいっていうことで、まあすごい僕はそう言われてますよね。うん、あと、まあ、あと本当にそういった暇時間を意識しやすい人ですよね、うん、自動車よく乗るとか通勤時間が長いとか、はい、運動してますとか、うん、あと入院中ですとか、あ、そうですよね、はい、目と手が忙しい、ないしは目と手が使えなくて、うん、あの耳が暇な時間が多い人っていうのは全般的に向いてるんですよ、うん、あ、面白いですね。あと実際利用シーンとしては、まあ、7種類の聞き方があるってことですけど、はい、結構ありますね。なんか流れ聞きとかよく聞くんですけど、いろんな、これ実際上田さん全部やってらっしゃるんですか？やってますね、はい、あのその時気分でケースバイケース全部使い分けてるんですけど、うん、まあ、基本にして思考なのがながら聞きなんですけど、はい、もう、まあ、これがもう定番ですよね。定番、うん、だどうしても目を閉じて集中して一気に聞きたいとか理解したいものがあるわけですよね、うん、まあ、そういう時はもう目の情報をシャットアウトしても集中して4倍速でバーって聞くみたいなことやるんですよ、うんうん、それは例えばビジネス書とかなんか勉強したいこととか、うん、2つ、あ、そう、集中して聞くですね、はい、あと本を読みながらオーディオブック聞くっていうのはまあ同じ、そうです、同じ本を読みながらですね。なるほど、なるほど。まあ、そうするとあのまあ、目の情報が入った状態で耳からあのオーディオブックを聞くってやると、まあ、両方の情報がね、目と耳の両方の刺激が入るのでよりあの理解が深まるというか、うん、あの定着しやすいんですよね、刺激が倍なんで、うん、あとまあ先に聞いて後で読むとか、はい、面白いですね、うん、先に聞いてから後で読むと自分が気になっている箇所とかですね、あの本の勘どころがすでに分かった状態なのですっごい読むの早いんですよ。パラパラパラって感じで読めちゃって、はい、あ、ここだけちょっとチェックしたかったなっていうところだけちゃんとチェックするとか。あとはまあ何度も聞くっていうのは結構大事っていうことですかね。何度も聞くのは、うん、頭に染み込ませたいもの、定着させたいものがある時ですね。私の場合受験の時ですよね。暗記ものとかなのでもう全部何回でも聞いて、うん、もうそのまま暗唱できれば覚えるみたいな、うん、やってましたね。なるほど、うん、実際上田さんって普段何倍速で、まあ、本によるとは思うんですけど聞いてるんですか？はい、ビジネス書は、まあ、平均3倍速です。はい、あ、早いですね。その、なんか倍速のコツとかあるんですかね？あの、こちらでも書いてもらってるんですけど。はい。はい。まあ、いろんな本の方向性とか、うん、コツとかあると思うんですけど。そうですね。あの、まあ、まず倍速で聞くことに向いてる本っていうのは、まあ、0から100まで全部読んだ方がいい本なんですよね。新書とか、はい、ノンフィクションとか、はい、そういったもの。だからビジネス書のノウハウ本とかっていうよりは、あの、全部読みたいみたいな。タイプの方がいいわけですよね、うん、ノウハウだとそれは自分が知ってることと知らないことがバラバラだからってことですか？そう、知ってるとこ知らないところだけ見たわけじゃないですか、はい、その時はもう、あ、こういうとこういうとこれだけ読もうみたいな感じでピックしてるわけですよね、はい、うん、でも教養書は、まあ、あんまり知らないジャンルで、はい、もうまるっと読んだ方がいいですよね。まるっと読んだ方がいい、はい、じゃあまずそういう本を選ぶと、はい、次はコツとかあるんですか？そうですね、まあ、あとは何だろう、あの暗記物とか、うんうん、あのそういったものも、 あのもう何回も繰り返しとかやるので、はい、まあ、最初に聞くときは当倍でもいいですけど、繰り返したときは倍速とか3倍速上げてもいいわけですよね。なるほど、うん、じゃあビジネス書も、まあ、知ってるジャンルは別として全く知らない、うん、じゃあ領域、なんか AI について勉強したいというときは、はい、最初はずっとゆっくり聞いて、はい、どんどん早めていくみたいな。そうです、そんなでもいいです。おすすめしますか、倍速？僕は倍速はもう全力でおすすめしてます、ね、全力で、はい、それは効率いいからって言いますかね。効率いいのと、うん、あとあの自分の思考スピードが上がる感じしますね。はあ、なるほど。等倍速でやっぱりもったりする感じがしてて、ちなみに人間が普通に本を読む時のスピードって大体1分が600文字ぐらいなんですよ、はい、でオーディオブックの等倍速って1分が300から350文字なんですね。あ、ちょっと少ない、遅いんですよ。なので、はい、倍速だと700文字なので、あの本を読むのが早い人よりもちょっと早くなるんですよね、うん、でそれが倍速のスピードが大体標準ぐらいなんですよ、まあ、1.5 倍から倍速の間ぐらいですよね。あ、うん、あの思考スピードが速くなるのが面白いですね。あのこの番組の前編でも、うん、心の声の話を結構したじゃないですか、はい、だからこの本を耳で聞いてると自分の心の声が多分その分速くなって、うん、なりますね。普段思考してる時もそれが速くなるっていうことですかね、はい、
ちょっとぜひ今後の、まあ、業界についても聞きたいなと思ったんですけど、はい、音声メディアって今すごい流行ってるじゃないですか。はい、で、まあ、主にラジオ、ポッドキャスト、音声配信、オーディオブックってあるんですけど、これそれぞれどう見てますかね。どんな風に今後、まあみんな今後ですね、耳がすごいなって気づくと思うんですよ。うん、その時にどの業界が盛り上がっていくのか、どのサービスが盛り上がっていくのかっていうのは。あ、全部盛り上がるんですか。うん、要は聞く内容とかシチュエーションで変わるじゃないですか。うん、はい、オーディオブックを使う人ってやっぱパッケージとして情報量が欲しい人。はい、なので、うん、やっぱ本丸ごと一冊って、はい、なかなかの情報量なんですよね。うん、で、やっぱそれを、例えばトークとかで同じ情報を出せないわけですよね。はい、なので、そういったとやっぱり本だし、うんうん、なんか楽しく喋ってるのを聞いて気分転換したりだったらトーク番組みたいな。あ、多分ラジオの。とかね、はい、言うと思うし、あとラジオのパーサイドファンとかもいいじゃないですか。はい。今後はどうなりますか？やっぱり映像より音声の方が良くなったりとか、ポッドキャストとか、まあ、日本では、まあ、出てきてはいますけど、はい、言われてるほどなんか、そんなすごい盛り上がってるってまだまだな気がするんですけど、うん、どうなっていくんですか？アメリカとかの盛り上がり見ると多分参考になると思うんですけど、うん、アメリカってオーディオブック、まあ、コンテスト単体3000億円以上市場規模があって、はい、まあ、日本の10倍以上あるんですよね。うん、まあ、もともとアメリカは1970年代にカセットブックを車の運転中にカーステレオで聞くっていうところからスタートしたので、はい、市場歴史は長いんですよ。もう50年ぐらいの市場なので長いんですね。うん、で、日本は2007年に我々が立ち上げてからの市場なので、まだ15年くらいの市場なので、はい、うん、まあ、そういった歴史の差もあって、で、規模感が全然違ったりするんですけども、ただ潜在的なニーズっていう意味では、別に匹敵するようにあると思っていて、まあ、数字上はね、なんか書籍市場大体10% 以上ぐらいはあるので、はい、って考えると、本の市場がね、9000億とかであれば、失敗でも契約を変わるわけなので、まだ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 伸びたんですよ。まだいけますよね。はい。なるほど。あとはなんかあくまでその本の市場っていうだけではなくて、もっといろんな方向性があると思うんですよね。うん、例えばオーディオブックって今認知症の予防になるって話もあって、はい、となると介護とか医療とか、はい、そういった領域で活躍できるかもしれないし、なるほど。あと教育にも有効なんですよね。はい、国語教育とか、まあ、受験勉強の場合ですか。はい、ああいった領域ではまだ音声コンテンツは全然活用されてないので、うん、むしろこのミニ勉強の方法をそっちに導入していくともっと学力を伸ばせる、こうたくさん出ると思うんですよね。そうですよね。という感じでまだまだ知られてないことによって活用されない事例って多いので、あ、まあ、そこをどんどん増やしていくことによって市場って広がっていくと思うので、確かに、うん、そういった意味で私オーディオブックはまだまだ黎明期だと思ってます。あ、まだ黎明期、まだまだ黎明期です。2007年のちょっと立ち上げの時に聞きたいんですけど、はい、その時はどうしてオートバンクで創業したんですか？もともとですね、オートバンク自体は私の祖父がきっかけなんですよね。私の祖父って緑内障で目が不自由でして、はい、もうそういった目が不自由な生活を20年ぐらい続けて亡くなったんですよ。はい、ですごい本が好きな人だったんですね。なので、なんか僕の祖父みたいな人、目が不自由な方に、なんか本を読む楽しみにした。っていうものをやっぱり知ってほしいみたいなところできないかなっていうところがあって、まあ、それで一番最初は NPO 法人を作ろうと思っていたんですよね。はい、まあ、本を読んであげる NPO みたいな、はい、とかよくよく調べたりですね、市場調査とかですね、うん、そういうことを盲学校とか、うん、そういった店長所管がインタビュー しに行ったり、ね、いろいろやったんですけど、やった結果分かったのが、まあ、まさに私の家族もそうだったんですけども、目が不自由な人で情報が取得できないんですよ、自分から。はあ、なので、身の前のご家族の方がその情報を知らないと届かないってことが大きいんですよ。はあ、なるほど。なので、目が不自由な方向けのサービスをしてもダメで、はい、目が見える方にも使えるサービスとして、広げることによって、はあ、その先の目が不自由な方とか、高齢者の方が届くっていう発想なんですよ。ああ、じゃあ情報を家族の方を経由していくんですね。そうです。って考えると、目が不自由な人向けじゃダメじゃないですか。はい、目が見える方が楽しめないといけないですよね。はい、なので、聞く文化を広げる会社っていうことで、オートバンクを考えたんです。どうですか、その市場がそこからどんどん伸びていってる感じですか？あるいはなんかブレイクスルーみたいなポイントっていくつかあったの？あ、でも本当ブレイクスルーは本当に最近で、AirPods ですよね。ワイヤスイヤホンが普及したことでは大きかったです。はい、通信環境が整備されて、ワイヤスイヤホンが普及したっていうところが大きかったんですよね。ちなみにこういう本って著者が読むパターンもあるんですか？海外の英語の方は結構その著者のスピーチって多いんですよ。はい、うん、例えばクリント元大統領が全部朗読してるとか。あれ本人がやってるんですか？やってます。へ、
っていうのがあったりするんですよね。結構熱い電気です、ね、結構熱いやつなんですよ、はい、自分で読んでるんですよ。自分で読んでるんですね。いや、すごいですよね、はい、でもあれやっぱりスピーチの訓練受けてる人がやってるからいいんですよね、うん、日本人で、まあ、日本語の方がなんか発音が難しいのか分かんないですけど、うん、なんかの滑舌よく喋るって難しいんですよ。難しいし、なんか照れというか、なんかやりにくいですよね、日本語で流暢に喋るって、うん、でも、ね、結構その著者本人がやるとちょっと聞くのしんどいなみたいな音源になることが多くて、はい、なので全然著者の朗読も否定するつもりはないんですけども、うん、著者がやるよりはプロの人が読んで、で著者はその挨拶というかオーディオブック視聴者向けの特典音源としてなんか喋るとかの方がいいと思うんですよね。なんか今まで社員研修でなんか、まあ、映像が出てきて、はい、まあ、面白いのもあると思うんですけど、つまんない映像を見せられてですね、うん、ちゃんと見たか後でテストされるみたいな、はい、あったんですけど、音とかビジネス書だったら、まあ、ちょっと聞く気になりますね。そうです、はい、実際法人版導入すると、はい、ね、全然読まなかった人が月4冊読むようになってましたみたいなのもありますし、あと法人版の場合ちょっといくつか特殊な機能も用意してて、はい、例えばその会社の社員しか聞けないコンテンツを設定できたりね、はい、要は社内のマニュアルとか、うん、例えば社長の本をオーディオ付加したものを社員だけ聞けるとか、写真を入れるとか、はい、あと社長の理念浸透の内容を毎週毎週定期的に更新していくとか、そういうのが全部できるんです。なるほど。法人ってすごいビジネスチャンスありますか？社員教育って、うん、すごい大事なんですよ。あ、うん、特にPTIF トラッカーがですね、はい、継続学習の風土を作れっていうことを言ってるんですよね。なるほど、なるほど。要は、継続学習の風土を作ることが、イノベーションの重要な条件だっていう話を、はい、著書で書いてて、はい、で、その継続学習っていうのは別に座学じゃないんですよ、はい。座学も含めてなんですけど、常に新しい情報をインプットし続けることによって、いいアウトプットが出るようになって、はい、その積み重ねの先にイノベーション起きるって話なんですよね。うん、でもその時に、まあ、さっきの認知特性ですよね。社員教育が、目を中心の教育が多いんですよ、今って。e ラーニングですよ、動画ですよ。はい、資料を読んだりとか。そうです、はい、で。そうすると、半分以上いるだろう、認知特性が耳系の人っていうのは取り残されるんですよ、ね。なるほど、うん。でも本当は社員全員が継続学習をすることが理想じゃないですか。うん、はい、でも、一部の認知特性が目の人だけが継続学習ができますよっていう状態、どうなんですかって話は、ね、あ、それだと会社イノベーションできないですよね。はい、うん、だったら社員全体でやるんだったら、目の教育もあり、音声の教育もありっていう風にしてあげないといけない、うん、だからオーディオブックってのはその社員教育ですごい向いてるんですよ。両方あった方がいいんですよ。確かに一方じゃなくて、うん、まあ、歯に機能を着せないタイプの中小企業経営者の方とかになると、いやー、うちの社員バカだと思ってたんだけど実はバカじゃなかったんだよ上田くんとか言われてですね何言ってんすかってなんですけど、うん、まあ、要は本を読んでなかったことによって、うん、こいつバカだなと思ったらしいんですけども、読んだことで知識が深まって、はい、で社長が言ってることとかをちゃんと理解したりとか、うん、意図を組んで発言するようになったとかいう感じで、はい、知識がなかったことによるデメリット大きかったらしいですよ、うん、でもそれはその人が本読むのが苦手だっただけなんですよね。なるほど、うん、でも社長がこの本読んどくといいよって言っておすすめした本をちゃんと真面目に聞いて、で理解してインプットしたら変わったってことなんですよね。本が読むのは苦手でも、うん、抽象的な思考得意だったりとか、うん、割と独創的な考えできる人はいるんですけど、うん、多分本を読んでないからその言葉が与えられないから、はい、それがなんか表現できなかった人がすごいたくさんいたかもしれないです、ね、そうですよね。で、うん、やっぱりその共通言語ができるって重要なんですよ、はい、仕事上、うん、共通言語があるだけで会話のスピード上がるし、そうですよね、イメージも理解 しやすいじゃないですか、うん、はい、そうするとこの本人が悪かったっていうよりは単にこの接続がされてなかっただけっていう可能性がありますよね。はい、その本当は優秀なんだけど、その優秀さを分かんなかったし、うん、優秀さを伸ばすこともできてなかったんですよ、うん、でもそれが適切なデバイスと媒体ができたことによって伸ばせるようになったわけですよね、うん、だったらそれを活用すれば生産性当然上がるわけですよ、うんうん、なんかそうすると社内の隠れた人材発掘されたりとか、はい、あと私も小学校でなんかボランティアで教えたことあるんですけど、うん、やっぱりいるんですよね、その本が読むのは得意な子と、はい、得意じゃない子で誰のせいでもないんですよ、ね、そうです。でもそれがそのデバイスとか音によって、うん、みんながわっと底上げされたら、うん、割と社会全体の生産性が上がったりしますよ、ね、と思うんですよね、はい、うん、結構すごいイノベーションじゃないですか、はい、まさにそういったことが、ね、できそうな感じがしてきてすごい今ワクワクワクしてですねでちょっと最後はちょっと今後の話を聞きたいんですけど、はい、まあ、今後この、まあ、個人としてこの耳勉強法が今後こうなるとみんなにとって便利だよっていうお話と、はい、あとは業界の話、うん、ちょっとマクロとミクロで聞きたいんですけど、まず個人として今後
なんかどうなっていきますか、耳勉強法って。こんなサービスが増えるとか、こんなあの役立つ情報が増えていくみたいな、なんか予測とかありますか。そうですね、まあ、そういった意味だと、うん、本当にあのコンテンツの数はどん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 増えていくので、はい、まあ、間違いなくあの誰でも何でも学べるっていうような状態になっていきますよね、はい、うん、であとはその、まあ、デバイスに関しても、まあ、多分スマホ以外のものとかも多分どんどん新しいものにどんどん対応していくでしょうし、はい、もしかしたらそのアレクサみたいな、うん、ああいったあのスマートスピーカーとかに対応するとかもあるかもしれませんし、はい、まあ、なんかいろんなところであのオーディオブック音声コンテンツが広がっていくとあると思うんですよね、うん、はい、あとあの、まあ、医療機関介護とか教育とか、はい、あと、まあ、図書館もそうですけど、まあ、あれあればで、ね、音声っていうのがあの出てくるっていうふうになっていくと思います、うんうん、じゃあ個人としては早くこうノウハウを身につけて、はい、慣れていった方がぐっと学びの可能性が広まります。そうですね、なんかまだやってない方がいたらもう今すぐ始めた方がいいです、ね、そうですか、ね、はい、分かりました。私もったいないですよね。もったいないですよ、時間。肌感としてどうですか、まだまだやってない人多いですか。います。もうオーディオブック全然知られないと思って。あ、知られないですか。だってあので本当に知られてるんだとしたらオーディオブックってあのもっとあのなんか3000万人4000万人使ってもおかしないです。そうですよね、はい、実際中国とかだと、うん、あのオーディオブックのサービスあるんですけど5億人とかですよ、はい、会員が。あ、すごいですね。そうか、人口比って言ったら全然日本なんてまだまだです。じゃあまだまだオートバンクさんもどんどん成長していくっていうことですか。まあ、そうですね、オーディオブックの認知はどんどん上がっていく。でその話でちょっと業界の話を聞きたいんですけど、うん、今後ビジネスとしてどういうふうに伸びていくと思いますか。そうですね、まあ、ビジネスとしてはやっぱ音声で、うん、あのまあ、ちゃんと食べれる人増えていくんだろうなって思うんですよね、はい、うん、まあ、声優さんもそうかもしれないし、うん、ポッドキャスターもそうかもしれないし、はい、うん、あとは音声でなんかそのコンテンツ作っていく人いろんなパターンあると思うんですけど、はい、で出版社も、ね、オーディオブックをたくさん作ると儲かりますよみたいなふうになっていくと思うし、うんうん、それは本が売れるんですかね。なんか食い合ったりはしないんですか。それがオーディオブックをあの聞く人って本も買ってたりとかする、はい、あとそもそも本を読まない人がオーディオブックになってるケースも多いんですよ。なるほど、まあ、それ本を読めない人がオーディオブックなんですよね。あ、苦手だからオーディオブックっていうパターンなんですよ、うん、そうか。じゃあビール飲めない人はノンアルビールを買い始めたようにマーケットは広がる。広がります。総合的に見るとあの出版マーケット全体としてオーディオブックが増えれば拡大されるんです、うん、最後にこれだけは言いたいのありますか。そうですね、はい、まだあのオーディオブックやってない人がいたら今すぐやってみるっていう、もうそれつきますね。あ、本当に、ね、うん、もう耳がガラ空きですもんね、うん、やっぱりあの耳の暇な時間を有効活用するっていうのはすごい、うん、あの結構世界観変わるぐらいインパクトあると思うんですよね。 あとやっぱりあの領書はあの読むべきなんですよ。読むべきってのは耳でも読むなんですけど、耳でもいいんですけど、はい、やっぱり領書は領書の理由があるので、領書を読んでるっていう前提でいろんなあの言説が言われたりするじゃないですか。そうですよね。ベースのリベラーズ、教養ですよね、はい、うん、教養を理解していることのメリットって実は意外と多いんですよ、はい、それって教養が分かっている人になって初めて理解できることなんですよね、はい、なのでまず理解するためにまず聞いてくださいね。そうすると教養がある人だけが分かっていた世界に自分たちも足を踏み入れることができて、さらなるなんか学びの楽しさというか分かるので、世界をより深く理解してより深く知って、なるほど、より深く事業していくとか、より深く人生を生きていくためにはやっぱりその教養とかすごい大事だと思うんですよね。なるほど、うん、確かに海外のビジネスパーソンの人なんかシェイクスピアとか読んだりとかアリストテレスとか読んだりとか、うん、そうですよ、はい、でも挫折しちゃうんですけど耳だったらなんかいけるっていうことですよね、はい。まあ、海外のビジネスパーソンとかでやっぱりすごい方とかだと、当然のごとく宗教観、歴史観をきちんと持ってますよね。はい、持ってますね。雑談でそう出てくるじゃないですか。はい、例え話とか、ね、でもそれをやっぱり理解してるしてないの差ってでかいんですよね。向こうの人からしたら舐められたりするわけですよ。知らないと。そうですよね、こいつ分かってないみたいな、はい。はい。ということで今日のブックダイジェストは、超効率耳勉強法を書いたオートバンク会長の上田渉さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこんにちは。超効率耳勉強法を書いたオートバンク代表取締会長の上田渉と申します。この本はですね、耳の隙間時間をどう活用するかっていうことにフォーカスした本です。耳の隙間時間っていうと多分車の運転中とか通勤時間とかですね、お風呂の中とか、あと運動中とかですね、まあ、そういった目と手は忙しいけども耳が空いてる時間ってあるんですよね、まあ、そういった時間をオーディオブック、まあ、耳で読む本ですねを使って、まあ、より効率的にこう勉強だったり楽しみだったり役立てようっていうようなコンセプト の本なんですけども、この超効率耳勉強法はですね、オーディオブックを使うことによって自分の、まあ、国語力も
だったり英語力だったり、まあ、いろんなですね能力を引き上げることができるんですね。なのでまさに耳を使って能力開発をどうやってやっていくかということをきちんと書いた本になります。いろんな論文とかも参考にしているのでですね、まあ、非常にお得な一冊となっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。